マツダオールスターゲーム2014第2戦、今度は大谷翔平がマウンドに上がりました。193センチ、プロ2年目、20歳、岩手花巻東高校時代にも2年生の夏、3年生の春とこの甲子園を経験しています。なんといっても今シーズンたびたび160キロをマークしています。果たしてこのオールスターゲームでは何キロ出るのか。笑顔の大谷、オールスターゲームでこの甲子園で投げます。あ、笑ってますね笑ってます。1球目161、いきなりなんと1球目で自己記録更新。どよめいてますね。ストライクだってところもすごいですね。2球目162、また更新。なんというスターでしょうか。2球ともストライクゾーンですよね。どよめきが止まりません本人は笑顔。さあもう一ついくか。159でも十分すごいんです。はい、すごいんだけどどよめきませんね。はい、驚きました。162見ちゃったら衝撃の大谷。それで160キロ、鳥谷弾き返した。161、162、159、160、地元甲子園鳥谷が打ちました。さあ中井さん、ちょっと1球目、2球目、これ4球とも全部しっかりストライクゾーンに投げられてましたね。そうですよね。古田さん、いかがでしょう。いや、鳥谷の顔見たら分かりますよね、本人もバットに当たった時びっくりしますよね。まあ、ストレート投げてくるの分かってますからね。バッターも 1,2、はい、の3で打ちに行ってるんですけど、はい、それでも振り遅れて、今の早かったよなって感じなんでしょうね多分。自己最速162キロが出ました。すごい。もうこれ160、また1です。162というのはその公式戦の中でも日本球界ではクルーンに並ぶ最速ということになりますね。まあ、オールスターですから公式な記録にはなりませんが、いやこれ160いってないのは1球だけですよね今ね。1球だけですよ。すごいな、すごいな。この2014年甲子園のオールスター、3球目また160です。ここまで7球投げています。阪神鳥谷、ヤクルト山田バレンティン、そして阪神マートン、巨人阿部、 DeNA ブランコ、ヤクルト雄平、巨人村田、広島丸というセリーグのスタメンです。ワンボールツーストライク。高め、空振り三振。この高めのまっすぐです。いや、ちょっと打てないですよ高めに来たら。そうですか、はい、あ、すごいね。本人オールスターで見てほしいのは躍動感と語りました大谷翔平です。193センチ。ただね、本当にね、1球だけじゃなくてコンスタントにね、ずっと上げてますから、はい、やはり、まあ、体調もいいし、そして、まあ、成長してますね。そうですね、すごいピッチャーですね。さあバレンティンとの対決。対戦したいのは大谷、ホームランを打ちたい、そう語ったバレンティンです。もう当然160キロのストレートに合わせてバットをスイングしてくるでしょう。高め、大谷もオールスター前最後のゲームでは登板しています。そこから中2日、中2日ですからね、はい、まあ、万全じゃないといえば万全じゃないですよね、158です。漫画みたいですね。いや、中井さん本当にそうですね、漫画の世界ですよね。
でも忘れてはいけないのはシーズン中3番バッターですからね、二刀流ですもんね、はい、そうだった、忘れてました、ちょっと忘れてましたよね、あのバッティングでもね1試合2ホーマーというのは今シーズンありましたし、そうですね、これ誕生日じゃなかったですかね、そうでしたね、私の誕生日に、はい、160キロバレンティンファール、まあ、数々このオールスターゲーム、1951年にこの甲子園で第1回のオールスターが開かれたんですが、そこからいろんな伝説は生まれてきています。ただ間違いなくこの2014年第2戦、今後も伝説として語られていくでしょう。ちっちゃな石、160キロ軽打に行きましたバレンティンです。今古田さんこう軽く行きましたかね、バレンティン。そうですね、まあまあ、振ろうと思ったんですけど、多分出すのが精一杯だったんでしょうけど、はい、まあ、打ち返した打球が180キロぐらいありましたね。そうですね、これ危ないですよね。あっという間にセンターに行ってましたね。大谷はここまでストレートしか投げていません。ここまで13球すべてまっすぐ。いや、ただこの若い2人がね、まあ、お客さんが期待してるっていうことも分かってますからね、はい、まあ、変な言い方ですけど変化球投げたら抑えれるんだけどぐらいの感じだと思いますよ。いや、そうでしょうね。さあ、そしてバッター4番の阪神タイガースマートンです。161です。なんか160キロが普通になってきましたけれども、いや、普通じゃないっていうことを我々が伝えなきゃいけないです ね、このマートンは大谷のことを彼はワンダーボーイだと話しました。対戦をしたいと語りました。外国人選手にもこうして、まあ、若い時の写真というのを、ね、提供してもらいました。今日はセリーグの4番です、マートン、ここで変化球スライダー。いや、工藤さん、こういったボールもね、精度は高いんですよね、大谷、はい、ね、そうなんですよね、ね、多分本当に、ね、変化球投げたらね、あのまっすぐ見せて変化球投げたら打てないと思いますよ。そうですよね、本当にあの、ね、ファンの人をこう楽しませてくれますね。また161キロです。黒田さんから見て大谷投手がまた伸びると、はい、まだまだ成長していくためっていうのは何が挙げられるんですかね、はい、いや、もうあとねちょっと体大きくなってきてるんですけど、はい、やっぱりこうピッチャーでこう結構投げるイニング多くなったんで、はい、まあ、そのための筋肉もねだいぶついてきたと思うんですよね。高めです。今のが大谷の18球目だったんですが、はい、18球中11球が160キロを超えています。すごい。いや、多分ねまだ速くなりますよ。まだ伸びますか。まだ伸びますね。ただね、メジャーリーガーでもね160キロ投げるピッチャーってそんなにいないですからね。そうですよね、数は少ないんでね、だから本当世界的にでもなかなかいないんで。ここでスライダーです。さあ、大谷対マートン、昨日の西武ドームもそうでしたが、今日の甲子園も本当にお客さんの熱気というのを非常に感じます。その中でのこの大谷の圧巻のピッチング、なかなか前には飛ばない。ピッチャーもスピードガンって見るもんなんですか。いや、見てると思いますね、はいはい、間違いなく見ると思いますね。意識されてるんですね、はい、今日は特にね、やっぱり意識はあるでしょうね。投げた後バックスクリーンチラッと見られますよね、はい、そうですね、あの甲子園はね、このあのキャッチャーの後ろにもあるんですよ。はい、それでもありますね。だから見てないふりして見てると思います。高めのボールです。一塁線破った、栗谷は三塁を蹴っています。糸井が二塁へ投げる。二塁はナイスアウト。セリーグ1点返しました。糸井からへの二塁への返球がありました。大谷も藤浪同様点を失っています。
まあ、ただここはまっすぐまっすぐというところですから、ある程度は仕方がないところもあるかもしれません。大谷翔平がこの高校時代に甲子園デビューしたのは2年生の夏でした。2011年3年前です。まあ、この相思相愛というのは事前に聞いたお互いの対戦したい相手、これが一致しているということですが、162また出ました。高校2年の夏、甲子園でリリーフマウンドに上がった時には2年生ながら150キロをマークしたのが大谷翔平。この時花巻東高校の2年生でした。いい当たり、強烈、セカンド正面でした。スリーアウト、大谷翔平1点は失いましたが、なんと162キロをマークしました、自己最速。そして160キロ以上がなんと12球というマウンドでした。出ました、162キロ。ありがとうございました。ありがとうございます。どうですか、狙い通りですか。まあ、結構打たれたので、すごく悔しいですけど、はい、自身で162キロの表示確認されました。はい。どんな気持ちです。いや、もう真ん中しか狙ってなかったので、はい。まあ、ヒカルさんともそういう話で言ってたので、まあ、なんとか出てよかったかなと思います。自分の中で手応えありました。そうです、まあ、ブルペンの時はあんまり良くなかったので出るかなと思いましたけど、まあ、でも本番になって良かったかなと思います。投げる前にオールスター先発マウンド、今日は1イニングということで自分の中でも狙ってたっていうのもあるんですか。もう真ん中に思い切りめがけて投げるだけだなと思ってたので、そうですね、少し狙ってたので、まあ、なんとか良かったかなと思います。自己最速、そしてオールスターではありますが日本球界最速タイです。この数字どうですか。まあ、こういうピッチングなのでシーズン中はできるかわからないですけど、もっともっと自分で練習して高めていきたいなと思いました。改めてオールスターの先発マウンド、甲子園でのマウンドどうでした。すごく楽しかったですし、いいバッターの方々とやらせてもらってすごくいい経験になったかなと思います。セリーグの先発ピッチャー藤浪投手の投げ合いというのも大谷投手の力になりましたかね。そうですね、ペーニャもすごいホームラン見せてもらったのでベンチもすごく盛り上がってましたし、すごく面白かったです。試合前ウォーミングアップの際に外野で藤浪投手と2人で会話を少しされてましたよね。どんな言葉交わしたんですか。遠投を一緒にやろうかという話をしてたので、はい、何かそこで2人で今日頑張ろうなみたいなそういったこともあったんですか。そうですね、先発だったのでなんとかゼロでいければいいなって話してたんですけど、2人とも取られたのでやっぱり僕もまだまだかなと思いました。そうした中でオールスターでの今日の先発マウンド162キロ出しました。今日の試合大谷投手にとってはどんな経験になります。まあ、すごくいい本当に素晴らしいバッターの方々やらせてもらって次に本当につながるかなと思いますし、経験を生かして頑張っていきたいなと思います。甲子園のマウンドどうでした。でも本当に応援もすごくてすごく楽しかったです。さあ、この162キロ出した中でパリーグにもかなりの勢いを与えたと思います。この後についてお願いします。まあ、なんとかゼロで行きたかったですけど1点取られてしまったのでなんとか頑張って応援したいなと思います。じゃ、この後応援ですね。そうですね、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。